自分が働いてお金を稼ぐってことは結構一生懸命やってたりするんですけどね、私はそれとは全く真逆のお金に働いてもらって増えてもらうっていうね、そんなことを教えてたりするわけなんですね。資産形成ナビゲーターのシャンティマキです。今日のテーマ、誰からも応援されるビジネスの真髄とはっていうことに移っていきたいと思うんですけど、皆さんビジネスやっていて誰からも応援されたいと思うじゃないですか。そういうふうになったら嬉しいって思う人はたくさんいると思うんですね。じゃあ何があったらあなたがね、みんなから応援されるようになりますかね。よく考えてください。人のお金儲けを手伝ってくれる人ってなかなかいないわけですよ。でしょ？だってそう思いません？自分だって他の人が、単にその人が儲かるだけのビジネスを手伝いたいと思いますかってことです。あまり思わないと思うんですよね。じゃあ何があったらね、その人を手伝いたいと思いますかねっていうことをちょっと考えてほしいわけですね。それが誰からも応援されるビジネスの真髄になっていくわけですよ。何があったらその人を本当に応援したいなって思いますか？その人の人柄ですか？その人のやってることですか？何をやってたら応援されるでしょうかね。その人のお金儲けを手伝いたい人ってあまりいないわけですよね、世の中にはね。そしてお金儲けしたいだけの人に、いくら人が、まあ、儲かるよっていう話で集まってきてもね、結構それ右往の衆でビジネスって発展しないんですよ。なぜかというと自分が儲かりたい人ばっかりが集まってくるから。でポイントっていうのはね、そのビジネスに大義名分があるかどうかなんです。大義名分、昔の話でもそうですよ。これ錦の御旗っていうのがあるんですけどね、天皇陛下がね、朝敵を成敗するためにね、その大将に与えたのが錦の御旗なんですよ。っていうことはね、官軍というのはね、天皇陛下を守る軍、官軍って言いますよね。官軍は必ず錦の御旗をね、掲げたわけですね。それが大義名分があるってことなんですよ。天皇陛下はね、国民の幸せを考えて世の中が平和に収まったらいいというふうに思ってる。地方で暴れてる豪族たちがいる、じゃあそれを征伐してこいっていうような形でね、その官軍に錦の御旗を与えたんですよね。ということは錦の御旗を持ってるっていうことは、その朝敵を倒すね、大義名分があるっていうことなんです。それを天皇陛下が認めてるよっていう、官軍だよっていう印なんですね。だから世の中の人たちは、あ、これは官軍なんだ、じゃあ支援しなきゃいけないっていうね、気持ちにもなったでしょうし、今あなたがやっているビジネスもね、大義名分があればね、あなただけの儲けではなく、世の中にどれだけ貢献するんだという大義名分があれば、みんなが支援するようになるわけですね。あなたはのビジネスはね、どれだけ世の中の人を幸せにしますか？あなたの決意、志はね、どれだけの人を幸せにしようと思ってますか？ね、これできるできないじゃないんですよ。そういったものをね、持ってるかどうかなってんですね。そうすると、もちろんね、ビジネスっていうのは利益を出さなきゃいけないんですよ。なぜか、それは続かないからです。せっかくいい大義名分があっても、全然利益を出せなかったとしたら、そのビジネス続かないじゃないですか。なのでね、適切な利益を上げて大きくなっていって、で世の中に貢献していく人たちが増えていく、世の中にもっと多くの人たちに貢献できるようなビジネスに育っていくと、そのビジネスは続いていくし、多くの人に貢献すればするほどですね、お金が回ってくるわけですね。そうすればそのビジネスが大きく育っていくっていうことなんですよね。だからそのバランスとかね、とても大切だと思うんですけど、ビジネスはやはり利益を出さなきゃいけないんですよ。と同時に大義名分がね、あることがね、とても大切なんですね。どうですか？あなたのビジネスは大義名分ありますか？で、大義名分だけあってもね、全然儲からないっていうことはね、貢献できてないっていうことなので、やはりそこをね、よく考えて、継続も大切なんですよね、ビジネスはね。と同時に、やはりそのあなたの志ね、私の志はこれだけの人にこうやって、こういうことを提供して、価値提供をして世の中を幸せにするんだ、あるいは貢献するんだっていうね、
熱い気持ちが大切だってことですね。大義名分、これはね、単に唱えてるだけじゃないんですよね。あなたが心底それを思ってるかどうかでね、あなたのビジネスの大きさが決まってきます。成長のスピードが決まってきます。そうするとね、あなたがそういう熱い志を持って、大義名分を持っていると、みんなが手伝うようになってきますよね。そうするとそのビジネスが発展するっていうことでした。はい、今日はこのぐらいで、お役立ち、ライブを終わりたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。もしね、気に入っていただけたら、ぜひ、下のところからチャンネル登録をよろしくお願いします。